サニパサーです。まだオイルクーラーはね、ホースがまだ来てないんですけど、ちょっとアイドリングというかエンジン始動ができるということで、これからもう待ちに待った火を入れたいと思います。いやー、もう神聖なる儀式ですからね。これちょっといろいろちょっとね、今もう興奮してますどうしようかなこれっていうね。でまずそこで、オイルを入れる前にちょっと準備が必要なんですよ。まずね、この、タンクに入ってるオイル、ガソリンがですね、だいぶちょっとね年数経ってますから、ちょっとここのね、つけるガソリンのとこフィルターつけとこうかなと。まあ何かしらね、その鉄粉なりなんかわかんないですけど、サビとかがあるかもしれないんで、これはねちょっと今回マグネット付きのやつをゲットしました。フィルターのやつもね考えたんですけど、まあでも一旦このね、これをちょっと取り付けて、やっとこうということ で、ちょっとそれを取り付けていきますんで、よいしょ。純正だからな。これちょっと切って、よいしょ、この辺切ってだね、この辺切ってね、これをさ、矢印がこうな、こんな感じにつけます。こんな感じね、こんな感じに取り付ける感じかなっていう構想ですね。バシッと真ん中ら辺いっちゃいます。いますよ。それで、これ入んないか、ちょっと径が入っちゃった。できました。とりあえずコックひねってみます。したら来ました。かっこいいね、なんかかっこいい。いや多分だって左折が先について、うん、極力こっちのネットに行く感じでしょ。来ました。次はオイルを入れたいと思います。まず下のドレンボルトを外します。はい。いや、いよいよですよ。まず半分ね、フル新品じゃないから。一応ね。はい。これでオイルガス、ドレンワッシャーを新品に変えまして、一緒ですね。はい、よし、よし、このぐらいにしておきましょう。漏れてもね。さあ、そしたらこちら、ここから入れてきますんで、すぐ開く。こちらの古い方から使っていきますよ。
これもう1リットル入ってないんで、もうそのままドバッと入れちゃいます。おお、どんどんドリーム50に命が吹き込まれていく。これはもう人間でいう血です。血みたいなもんですかね。はい、一旦起こしてみましょう。どのくらい入ってる？お、いいね。これどのくらいなんだろう。もういいのかな。どう思います？いや、多分足りないでしょ。足りないよね、うん、オーバーホール時だから 1.1 にしとこうか、念のためね、うん、まあそうだろうね。こんな感じかな。一応もう、はい、エアーがこんな感じですね。こんな感じにしました。もう 1.1 だと一番上のところにこうなるんだけど、もう 1.1 以上ぐらい、若干ね。また途中で足そう。また足します、途中で。危ない。一応閉めたんだけど、念のため閉めてくるか。したら一旦キックでやった方がいいってことですね。そう、オイル回し。もう減ってきてるやっぱ。こんなもんかな。だいぶ減ったよ、ほら。あ、減ったね。ピッとかない。せっかくなって、まあ、多い分には何も文句言わないでしょ。あんま多すぎるとオイル上がりしちゃうのかな、うん。こんな感じかな、うん、これちょっと入れます。もう長年使ってないんで。よいしょ。それでも一応ね、それで一回そうしておきましょう。よいしょ。いきますよ。吸っていきますよ。わかるかな。かかんない。いってないかな、やっぱ。カゴン。お、
わもう8ヶ月かかりましたからね。いやー、なかなか長い道のりでしたけど、やっとエンジン始動までたどり着きました。てな感じで皆さんね、いろんな走行動画とかね、いろいろお楽しみください。以上でございます。
いつも見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。あとは高評価ボタンお願いします。以上、谷川さんでした。バイバイ。